するね、見える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 ってば見えるってばビールん？ビールだビール今日は暑いですね毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうなあ私はたやきくんですにゃん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 皆さんこんにちは今私は泳いでますでたやきくんが言いましたこんにちは子供たちは全然元気がありませんでしたですからたやきくんが寂しかったのですもう一度元気よく言ってみましたこんにちはこんにちはおみんなが元気よく声を出してくれましたたやきくん嬉しそうですわあ嬉しいなケロちゃんがやってきましたうわすごいでケロちゃんが言いました大きな口を開けてごらんパカッパカッハ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 ッケロちゃんが言いましたこんにちはこんにちは子供たちも元気よく言いましたこんにちはこんにちはハッ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 あなたもそこ座んね危ないにひっくり返ると頭ぶつぞお姉ちゃんに横座って今日は勉強なんかしないから安心しろな。こんな暑いのにあんた37度で暑い暑いみんな暑くない暑いはいじゃあ元気言ってみろこんにちはでもそこに座ったら声出すよこんにちは逃げられた逃げられたじゃあ行くよ僕は歩く僕は歩かない私は歩く私は歩く私は踊る私は踊る私は走る私は走る犬猫か猫が猫は走る猫は走る猫は泳ぐ猫は泳ぐ泳げない猫って泳ぐの上手なんですよ、ね、魚は歩く魚は歩かないよ魚は踊る踊らない踊らない魚は走る走らないここに隠れてるのなんだこれはねコップでしたここに隠れてるのはなんだフォークとスプーンこれだよこれこれねこれフライパンここに隠れてるのなんだスプーンスプーンでしたここに隠れてるのなんだフォーク包丁これがフライパンだよこれはなんだフォークフォークでも重ねるとロボットみたいです私はロボットです皆さん今日は暑いですねこんにちはここには字が隠れています。一番上にあるのはなんだ？こうか。これは二番目はなんだ？三番目はなんだ？これはなんだ？これはなんだ？みんなわかるかじゃあ言ってみよう。こんにちは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 。魚を食べる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 。魚を手で持つ。魚を手で持つ。魚を見る。魚を見る。今日は正しい話し方をします。魚を見るなんてそんな言い方はしません。いいですね。魚を見る。言ってごらん。魚を見る。ああ、弱い弱い。魚を見る。魚を見る。魚を。コップだってどうするこれ。飲む。魚を飲む魚をどうするコップに入れるコップの中に入れるかよし、魚をコップの中に入れるコップの中で泳ぐ犬を食べる犬を食べる呼ぶあ、呼ぶ犬を手で持つ手でか撫でるさ、犬を見る犬を、コップで飲むコップで飲むそんな話ないで
犬にコップで水をあげる。リンゴ飲む。じゃあいいよ。リンゴを食べる。リンゴを手で食べる。リンゴを手で見る。リンゴを飲む。飲む。コップで飲む。飲むか。バナナを食べる。バナナを持つ。バナナを見る。バナナを洗う。オッケー。洗うの？バナナ。じゃあ今日は最初にね、はい、お絵かきするんだ。お絵かきじゃなくて、お絵かきなんだけど、そこの今日は最初に話をします。ね、ちょっと長い話だから、あのよく聞いて、後でその絵を描いてもらいます。いいですね。では先生が話をするときは、皆さんはいいかな、斉藤さん、静かに聞きます。本を書いた人は、この私じゃないんだけど、文を書いた人は牧秀夫さんという方です。もうね、結構なお年だったから、今この世にいらっしゃるかどうか分かりませんけども、じゃあ読むよ。あるとき、キツネが熊に言いました。種があるんだがね、一緒に野菜を作ろうじゃないか。そりゃいいな。クマは早速土を耕しました。よいしょよいしょ。キツネが種をまきました。クマさん、野菜ができたら半分こだ。私は土の下の方をもらうよ。それじゃあわしは土の上の方をもらおう。野菜ができました。ねえ、クマさんは力持ちだ。今日は野菜を取り入れておくれ。ああ、いいとも。よいしょのせい、よいしょのせい。できた野菜は大根です。大根だった。じゃあ約束だ。私は土の下の方をもらう。キツネはさっさと大根を運んでいきました。ありゃあ、わしは葉っぱだけかと、クマはしょんぼり。ある日、またキツネが種を持ってきました。クマさん、もう一度野菜を作ろうじゃないか。今度は土の下を君にあげるよ。ああ、それならいい。そこでクマはまた、よいしょのせい、こうらしょのせい。やがてかぼちゃができました。キツネは土の上にあるかぼちゃを全部持っていきました。クマは土の下を掘りました。ありゃあ、こんな根っこじゃ食べられない。ある日、またキツネがやってきました。クマさん、この間すまなかった。今日は蜂蜜がある場所を教えてあげる。そりゃありがたい。一緒においで。ほら、そこの木の穴に蜂の巣があるんだ。こりゃ大きな巣だ。クマは蜂蜜が大好きです。木の穴にニュッと首を入れました。途端に蜂が飛び出してきました。蜂はわーんとクマに襲いかかります。クマは慌てて逃げました。その隙にキツネはひょいっと蜂の巣を取っていきました。悔しいな、キツネにはいつも騙されると、クマは思いました。またある日のことです。キツネがやってきました。ちょうどクマは肉を食べていました。クマさん、私も肉が食べたいな。馬を捕まえればいい。捕まえ方を教えてあげよう。一緒においでよ。キツネさん、馬の足跡にか馬の後足に噛みついてごらん。そうすりゃすぐに倒れるよ。そりゃ簡単だ。キツネは馬に近づいて後足を噛もうとしました。途端